はい、皆さんこんにちは、魔法シンデレラの時間です。これがね、今年最後のハリウッドの収録になるか、もう一回撮れるかちょっと微妙なところですけど、撮れるかもしれないけどね。とりあえずね、最後ぐらいのつもりでね、元気に行ってみたいと思います。はい、どういうわけだか知らないけど、マジックネタね、ブロックされちゃうんだよ、不思議と。不思議だね、本当にね。前回作ったね、先週のやつもね、ブロックされてね、困っちゃってるんだけど、本当に。いや、理由がわかんねえんだよね。だからね、それはいいとして、今回話したいことはね、マジックマスターね、私がね、ずいぶん前です、もう20年近く前、15年か20年ぐらい前に出したそのマジックのね、漫画の、マジックのね、その解説をFacebook 上で無料で皆さんにお届けしようかな。だから今後ね、やろうと思ってるのは、その作品をね、とにかく演技して、そして解説もして、その上で、その時の ね、撮影エピソードとか漫画のストーリー、リアルだからね、そんな形を考えてます。さあ、ということでいきましょう。魔法を見てるかい。そうだよね、本当にできることをやってるからね。そうなんだよ。だからね、マジックマスターってね、もう今ほら、もう全部正直言って全部前で廃刊というか終わっちゃってるから、アマゾンとかさ、買える人たちは買っといたから全巻。そうね。で、今度モデラートでやっぱり黒沢さんっていう僕と作家でやってね、まだこれね、次回作本当にマジで考えてんだけど、マジで考えてんだよ。要するに全然焦ってないだけで、黒沢さんも来るから、本持ってきたらみんなにサインするよね。サイン会だね。そうそう、だからね、ぜひ来てほしいなと思ってますけどね。そんなわけでね、マジックマスターの話ですよ。で、最初ね、このマジックマスターってね、話があったの、今で覚えてみても20年ぐらい以上前かな、以上前だと思うんだけど、スクエアエニックス、昔のエニックスね、の方から黒沢さんから取材があったんだ。で、その時俺って何冊か本出してて、やっぱりほら、文庫本とか出してたんでね、マジックの漫画書けませんかっていうことがあったんで、もちろんそういうのをやるんだったら本当にね、ちゃんと監修しないと、ネタを簡単に扱ったらそれはね、いろいろとどこかね、いろいろ怒られるよっていう話になって、クレーム来ちゃうからって。で、たまたまエニクスの中川さんという編集の人と黒沢さんと3人でじゃあやろうじゃないかと。で、漫画家さんはアシロさんっていうね、その当時コミケで活躍してた関西の人で、要するにマジックのこと全然わかんないから、衝撃のデビュー戦だね。そうなんです、すごいデビューなんだ。それで全然わかんないじゃん、マジックのこと、その子、だからっていうんで、とにかく動画を撮って、その実際にできるマジックだけでやろうと、それもちゃんと本物のマジックキャッスルの、メンバーがね、ちゃんと監修をしてって始めたんだよね。で、これがね、地味に人気あったの、正確に言うと、地味だけど人気あったんだよね。いや、あれでマジック始めた人もね、ものすごくいっぱいいるんじゃない、ね、だからマジックマスターっていうと、もうそれがその最初のもう歴史みたいな人たちがいっぱいいて、それこそマジックマスターを見てきた男の子たちいっぱいいるんだ。多かったね。で、マジックをすごくさ、崇高に扱ってくれてたから、あの漫画って。そうそうそう、それでもね、いろいろとね、誹謗中傷あったんだよ、あったんだけど、やっぱり周りが支えてくれて、要するにね、面白いから、それでやっぱり丁寧に扱ったでしょ、要するにさ、魔法でチューンなんてやってるの変なわけのわかんないよりも、要するにさ、本当に現実でできることをね、やってるからね。だから本当にいい作品だったと思う、それね、今読んでも面白いし、だからその中でもう、要するにエースの出現から始まってさ、リセットとか、俺の最後のメンタルとか、やっぱそう、すごい作品たちがいっぱい出てて、やっぱりコインのナードなんてのはさ、要するにシュートやってるコインなんてのはマジックマスターで進歩したみたいなもんあるからね、あと有名なポットも出てくるよね。出てくる、そうそう。で、みんな個人名もさ、実名いっぱい使ったもんだから、忘年会の商品で、これで買ったら、なんだっけ、あなたの名前がマジックマスターに出ますっていう、そう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 、だからね、本当にね、すごい良かったんだよ。で、その当時俺もさ、惜しげもなく最新作のマジックはそこで解説しちゃって、ブレイクスプレッドとか、そしたら、ね、周りがそんなの解説していいんですかって言うから、いや、いいんだよって、なんでいいんですかって言うから、いや、だって俺の作品をみんなに広めてね、いい作品をみんなに覚えてもらおう、だってそしたらネタがバレるじゃないですか、いや、そうじゃない、ネタを公表したときに、なんだって言われたらダメなんだと、だからなんだって言われるものを明かすからいけないんであって、すげえマジシャンってっていうふうに思われるものは、逆に、ね、ね、啓蒙になるんだって、尊敬される技はね、そうそうそう、だって例えばお寿司屋さんがさ、パッて言ってこれ100粒っていうのをさ、へーってそんな明かされたってできないじゃん。そうそうそう、それと一緒でさ、でね、とにかく11巻まで出て、それで中国と韓国でも発売された。あったね、ちょっと大きめのやつだね。そうそうそう、韓国のは大きいんだよね。だから俺たち今でも行くとさ、台湾なんか行くと、もう台湾でマジックマスター持ってるだけで集まってサインしてくれない、サイン今でもだよ、それぐらいすごい。台湾ってのは販売じゃなくて貸し本屋の文化なんでね、貸し本屋にいっぱいまだあるんだね、すごいよ。
だから台湾で俺の人気なのはマジックマスターっていうのがやっぱり、うん、っていうのはマジックマスターの主人公は、司くんって、藤原司っていうんだけどね、うん、この名前は、マック松本くんに、マック司の司に一応に俺はね、あげたんだけどね、うん、だけどモデルは俺なんだよ、あの黒沢さん曰くは、うんうん、だからやっぱり俺のマジック見た時にありえないと思ったらしい。なるほど、うん、要するに心の中のカードをフォースして、いろいろメンタルフォースとか、だから表情に当てるカードとかさ、そういうのをさ、みんなね、うん、あとカードセットとかね、みんな解説されてて、うん、あの素晴らしいあの漫画だったね、うんうん、そうね。だから今回ね、だからそれの内容なんかを本当に惜しげもなくやると。でその当時のエピソードで一つ言いたいのはさ、もう一つわけのわかんない変な漫画があったんだよ、うん、ね、その漫画は渋谷にあるね、あの悪のマジック団体ってね、まるでうちのことのように書いてて、それは全然人気なかったみたいなんだけど、うんうん、まあそんなのもあった、うん、だけどやっぱりね、あのこ、ま、ね、そうだそうだ、北見真紀さんとも話したんだけど、北見真紀さんももう一つなんかね、うん、マジックの監修さん、うん、週刊少年ジャンプかなんかね、うん、で困ったと、君のとこいいな、言う通りにしてくんないって、うん、君のとこいいなっつって、なぜならば要するに最初の段階から参加するからいい漫画ができると。あ、ね、そうか。で、あのうちなんかはね大変なんだよ、ペンまで入った時にこれどうでしょうとかって言うと、だからダメって言えないんだって。あ、ね、うん、だから監修じゃないんだよっつって、じゃあとりあえず名前だけ欲しかっただけ、ね、うん、で一緒にいろいろやりたいねって話であったんだけど、うん、お亡くなりになっちゃったね。あ、そうか、うん、よくね、いろいろさ、その日本キッズ協会のイベントをサボってうちのウィザーズナイト来てたんだけどね、うん、あ、そうだったの、うん、そうそうそう、知らなかった。だからあのもうね、俺はさすがにこの年齢になっちゃったらみんなをさ率先してやるなんてことをさ日本でできないんだけど、うん、昔はそういう漫画も作ったんだ、そういうね、うん、NHK のテレビね、シュート君が後をね、あのうまくやってくれてるけど、とりあえずあの、うん、俺がスタートで NHK の特番作って、あったね。でもうやっぱ民放なんかでもたくさん番組もやって、うんうん、それと同時にね、まあ、マジックもだよ、うん、マジックの番組、うん、それと同時に、うん、イベントも例えばそのなんだろうな、お芝居のマジックのイベントとか、うん、あったね。そんなもんもあった。マジックマスターもどっかでやったんだよな俺な、やっシアター D かなんかで、うんうん、だからあの当時は手ぶちのキャラクターだったんだけど、今はこういうね、あのみんなと仲良くなってみんなが協力してくれる状態だったらもっとできるなと思った、うん、だけどそれは次世代の誰かにお任せしたいと思ってるの、うん、次の人間がね勉強したいんだったら俺のところで勉強すればいろいろそういうことのノウハウが分かるから、うん、だけど、俺がやり残したことは今までやったことを考察すること、うん、だからマジックマスターのマジックとかそういうのをね将来に残すために、うんうん、やろうかなと思ってる。ただもちろんマジックマスターは続編をね諦めてないんで、うん、ね、万が一やるんだったら、まあ、編集長になったらね中川さんが、うん、あのやるんだったら当然あの再度登板する、もうネタいっぱいあるんでね、うん、そうかそうか。だから中学生の司くんはいくつになったって大人になったでしょ。あ、そうだよね、うん、だから本当にねマジックキャッスルのことも書いたし、うん、マジックマスターに関連するカードにしてもグッズにしても全部キャッスルと協力して作ったんだよ。作ったね、うん、林くんというねその当時頑張ってくれたうちのスタッフがね、うん、あのやっぱりそういうあの TI 東京とかいろんなところで、うん、マジックキャッスルと契約して作ったんだ、うん、あの時のさミリオンカードすごいいいやつだったんでね、うん、上質だった。でそれからいくつかねあのコピーが作られたんだけどどれもダメで、うんうん、もう今はもうなんだろうな、俺にそういう気持ちがなくなったら、でも人間ってなくなっちゃうんだ。あの当時いろんなこと作りたくてさ、うん、いろんなもの作ったけど、作ったね、うん、やっぱりいいもの作ったけど誰かが受け継いでくれないとと思うんでね。だから俺はそのマジックマスターの時の話に全部凝縮されてるから、うん、マジックマスターのマジックを種明かしをしながら一般の人たちに、うんうん、YouTube で承認されればね、うん、じゃなければやってほしいの。やっぱりさ収入はねあの捨てちゃいけないんで、うん、何十万回線とかさ要するにさそれ見てくれる何万でもいいんだ、うん、何千でもいいんだよ、うん、そういうような人たちがいればやると、うんうん、だそのためにはねあのその動画の中で大丈夫なようなものを節操的に上げてって、うん、マジックマスターについての動画を上げてってね、その上でテストをしながら承認されてないものはしょうがないから他で公開するとかしながらやろうかなと、うん、すごいね、うん、まあただねに関してさシュートの、 あのコイン解説とかそういうのラジオ解説が絶対あの通らないし、うん、俺の演技も通らないしポイントってついてるだけだ、不思議だよね、うん、というか自分で作ったものがなんで通んないよ。そう全て自分のコンテンツ、不思議だよね。それで全然音楽も使ってなくて自分のね、うん、そういうさトークでなおかつ自分の作品で、うん、全部自分で、それで NG ワードもないんだよ。何の著作権なんだよ、よくわかんないよ、うん、本当にわかんないよね、うんうん、
だからそれも踏まえてちょっとね研究しつつ、これは来年にやってみようと、うん、テスト撮影を今年しようと思ってるけどね、うん、最初にその意気込みみたいなやつがね、はい、うん、まあそんなことをね考えてるうちにもう時間になってしまいましたけど、はい、これが最後になるかもう一周あるか分かりません、はい、ただ皆さんね、2018年度はすごくマジックのそういうコンテンツを Facebook とか YouTube でやりますんで、はい、楽しみに見てくださいってことですね。はい、日本に行った時モデラート来てください。その時には黒沢さんがいますから、はい、黒沢さんと僕とでマジックマスターみんな持ってきてね、はい、ね、今の使ったことないと高くなってくる。そうだね、はい、だんだんなくなってっちゃう。そういうことです。それではまた来週、はい、さよなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。